おはようございます。定刻になりましたので、これから本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は18名で、定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。本日の議事については、お手元に配しました日程表によって進めたいと思いますので、ご了承願います。これより議事に入ります。日程第一、一般質問を行います。質問の順序を通告順とし、質問時間を30分といたしますので、ご協力のほどお願いいたします。議員閣議に申し上げます。一般質問は会議規則第61条第1項に規定されている通り、町の一般事務についてただす場であります。したがって、町の一般事務に関係しないものは認められません。また一般質問は町長の個人的見解をただす場でもありません。議員閣議におかれましては、十分にこれらのルールを遵守していただくことを求めます。次に執行部閣議に申し上げます。能率的な会議運営の観点から、質問に対し簡明な答弁されるようお願いいたします。なお、議会基本条例第5条第1項第3号の規定により、執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問等に対し反問する場合は、挙手の上反問したい旨を述べた後、議長の許可を得てから反問してください。はじめに13番川端修二君の一般質問を行います。13番川端修二君の質問を許します。登壇願います。皆さん、おはようございます。おはようございます。今年コロナ騒ぎで、まだまだ感染拡大で収束の目処が立っておりません。で、その中で本日一般質問の最終日、1番目の質問をさせていただきます。前回の9月議会では、今までの自治体を取り巻く財政状況を確認しました。で、そこでルール確認をしましたけども、この11月30日日本総研のレポートによりますと、日本経済は新型コロナ流行直後の歴史的な落ち込みから持ち直しつつあるものの、経済活動の水準は依然として年少を大きく下回る状況が持続していると。そして GDP が新型コロナ流行前のピーク水準を回復するのは2023年にずれ込む見込み、このように言われております。こうした経済見通しのもと、新型コロナによる景気の落ち込みからの回復は一様とはならず、経済の見通しが非常に厳しい中での阿見町の財政について質問をさせていただきます。括弧1、阿見町第6次総合計画後期基本計画、阿見町公共施設等総合管理計画について質問をいたします。1、第6次総合計画の後期基本計画の位置づけについて伺います。2、公共施設等総合管理計画の位置づけについて伺います。3、後期基本計画の中に、未来に持続可能な財政規律を守るまちづくりを進めるとありますが、現在の状況と後期基本計画の終了時点までの見通しについて伺います。4、財政の健全化の項目の現状と課題の中に、財政運営上大きな支出を伴うものとして公共施設の大規模改修や建て替えが挙げられます。将来の更新費用のシミュレーションから、今後30年間で公共施設の延べ床面積の 20% 削減しなくてはならないことと、施設の長寿命化が必要となることが明らかになりましたとありますが、この項目に関してはいつから具体的な計画を立てて実施をしているのですか。5、施策1の後期の成果に、行政改革の取り組みが進み、安定した財政基盤が確立していますとありますが、
2023年の具体的な数値目標は、経常収支比率が2017年 90.9% を2023年には 90.3% にするとありますが、現実には実現可能ですか。括弧に、施策に公有財産の適正な管理、有効活用について質問いたします。1、公有財産の適正な管理、有効活用で、行政財産についてはその必要性を検証しながら有効に活用していくこととし、公用または公共用に供していない普通財産については売却や有料貸付等の利活用を進めますとはあるが、具体的にどの施設をどのように有効に活用しているのか、またこれからどこの施設をどのように活用していこうとしているのか、後期基本計画で実施をしてきたことと、これから実施することがあれば、具体的に数字を出して根拠を示して説明をお願いします。2、公共施設の管理においてコスト抑制と財源の確保を図るとともに、個別施策計画を策定し、基本的な保全による施設の長寿命化を図りますとありますが、この公共施設の中に教育施設も含まれているのですか。含まれているのであれば、教育施設における今までの取り組み状況と今後の見通しはどうなっていますか。3、その他の施設の後期基本計画内での具体的な取り組み内容と進捗状況はどうなっていますか。4、公共施設の利活用や大型事業の見直しにあたっては、公共施設等総合管理計画における面積適正化の視点を踏まえ取り組みますとありますが、面積適正化の数値はいくつか、それに向けて町として進めてきたことは何ですか。また後期の成果として、町の財産が適切に管理され有効に活用されていることの数値目標と根拠は何か。5、過去30年にわたる主な公共施設の建設に伴う費用の内訳と、維持管理経費、運営経費並びに年間の経費はどのように推移していますか。3、施策後自主財源の確保について質問します。自主財源の確保について、現在進めているふるさと納税の現時点までの進捗状況はどうなっていますか。金額と件数と経費も含めてお願いします。2、その他自主財源として取り組むべき事業はどのような事業が考えられますか。また検討している事業は、事業の優先順位をゼロベースで見直すとありますが、優先順位はどのようにするのですか。5、今後の見通しの中で健全な財政運営を維持するため、財源獲得に努めるほか、既存の事業の廃止や規模の縮小を引き続き検討するとありますが、いつから実施してきたのですか。実施をしてきたのであれば、年度ごとの取り組み内容と金額を教えてください。以上について質問いたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。はじめに町長千葉茂君、登壇願います。皆さん、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。川端議員の阿見町第6次総合計画後期基本計画、阿見町公共施設等総合管理計画、令和3年度3か年実施計画と町の財政についての質問にお答えいたします。1点目の阿見町第6次総合計画後期基本計画についてであります。1つ目の後期基本計画の位置づけにつきましては、当庁では平成26年3月に総合的かつ基本的な町政運営の方針となる阿見町第6次総合計画を策定しております。本計画は、まちづくりの方向を示す最上位計画として、基本構想、基本計画、実施計画の3層で構成されております。後期基本計画は、10年間の町政における基本理念と進むべき方向を示す基本構想を受け、令和元年度から令和5年度までを計画期間とし、施策の目標、体系及び展開方針を示すものであり、町民のニーズや社会経済情勢などを考慮し、重点的に取り組む施策として阿見未来プロジェクトを位置づけております。2つ目の公共施設等総合管理計画の位置づけについてであります。公共施設等総合管理計画は、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を
推進するための計画で、公共施設の維持管理や更新に関する基本的な考え方を定めております。さらに公共施設等総合管理計画の改計画で、公共施設等の改修及び更新に関する具体的な管理計画である個別施設計画に基づいて、第6次総合計画を実現するための3カ年実施計画に個別具体的な事業として反映させることになります。また公共施設の面積の延べ床面積の適正化及び長寿命化については、行財政改革大綱の重点目標としており、行政改革大綱実施計画の実施項目として位置づけております。3つ目の財政規律を守るまちづくりの見通しについてであります。総合計画の後期基本計画においては、関連施設として施策として行政運営及び財政の健全化が位置づけられております。両施策につきましては、令和2年度に施策評価を実施し、おおむね目標達成に向けて進捗しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の財政への影響は今後も避けられない見通しであることから、財政の健全化の目標達成は大変厳しい状況にあると認識しております。4つ目の公共施設における長寿命化と延べ床面積削減の具体的な計画についてであります。当庁では長寿命化対策を優先し、平成29年度から個別施設計画を順次作成しており、今年度中には阿見町町営住宅長寿命化計画を含む全17施設すべての個別施設計画が策定を完了となる予定です。また個別施設計画は5年ごとに見直すことになっておりますので、令和4年度からは平成29年度に策定した個別施設計画から順次見直していく予定になっております。5つ目の経常収支比率の2023年目標 90.3% は実現可能かについてであります。計画策定時点では、平成29年度の県平均値である 90.3% を達成目標にしましたが、達成は大変難しい状況であります。目標達成へ向け、財政運営に努めてまいります。2点目の公有財産の適正な管理有効活用についてであります。1つ目の今までの取り組みと今後の予定につきましては、現在までに旧十国小学校と旧吉原小学校校舎の一部を地区公民館として活用する方向で進めてきたところです。これからどこの施設をどのように活用していこうとしているのかについては、霞クリーンセンターを改築更新する方向性として広域化を検討することとしております。また公立保育所については、効率的効果的な在り方について統廃合や民営化を含めた検討を行い、具体的な方針を決めることとなっております。2つ目の公共施設の中に教育施設が含まれているのか、今までの取り組み状況と今後の見通しについては、教育長から答弁をいたします。3つ目のその他の施設の具体的な取り組み状況についてであります。教育施設以外の取り組みについては、個別施設計画が今年度に策定完了となる予定ですが、来年度以降、個々に策定された個別施設計画で算出された施設修繕費を積み上げ、標準化させた上で3カ年実施計画に反映させ、施設の長寿命化を図ってまいります。なお、標準化作業後は再度更新費用の推計シミュレーションを行い、面積削減目標値 20% 等についても検証してまいります。4つ目の面積適正化の数値についてであります。公共施設等の面積適正化の数値は、平成29年度からの30年間で延べ床面積 20% 削減することが掲げられており、約13万1000平方メートルある延べ床面積を約2万6000平方メートル削減し、約10万5000平方メートルとすることとなっております。行政改革大綱実施計画の中で、面積の削減を位置づけ、令和元年度から5年間で延べ床面積を
2000平方メートル以上削減することが達成目標としております。5つ目の過去30年の公共施設の建設費用の内訳、維持管理費等の推移についてであります。まず主な公共施設の建設費についてですが、本体工事費と管理委託料で集計させていただきました。霞クリーンセンターは平成6年度から8年度に建設、建設費60億円、うち国庫補助金7億円、記載46億7000万円。総合保健福祉会館は平成7年度、8年度に建設、建設費21億円、うち記載16億4000万円。本郷ふれあいセンターは平成13年度、14年度に建設、建設費5億7000万円。うち国庫補助金1億2000万円、記載3億2000万円。よかれん平和記念館は平成20年度、21年度に建設、建設費7億9000万円、うち記載5億9000万円。朝日小学校は平成28年度、29年度に建設、建設費30億円、うち国庫補助金8億5000万円、記載17億6000万円などになっております。次に維持管理及び運営費の推移についてです。全般的に年間経費については、建設当初は毎年ほぼ同額で推移し、施設の老朽化に伴い増加、大規模な改修工事がある年度は大幅に増加するといった傾向になります。例えば霞クリーンセンターでは、建設当初は年間経費3億円強だったものが、最近では4億円強と約1億円増加しており、さらに大規模な改修がある年度には5億円ほどの年間経費がかかっております。3点目の自主財源の確保についてであります。ふるさと納税の進捗状況と合わせ一括してお答えいたします。令和2年度の寄付額につきましては、11月23日現在において2213万6000円の寄付をいただいており、件数といたしましては1678件です。経費につきましては請求等で金額が確定している10月末時点となりますが、約987万7000円となっております。ご承知のようにふるさと納税につきましては令和元年10月1日からポータルサイトによる本格的な運用を開始いたしました。令和2年11月23日現在102の返礼品をラインアップしております。引き続き多くの方に寄付自治体として選んでいただけるよう返礼品の充実に努め、自主財源の確保を図ってまいります。その他現在のところ自主財源の獲得につながるような新たな取り組みとして具体的なものはございません。4点目の令和3年度3カ年実施計画についてであります。3カ年実施計画につきましては、当初予算編成に向け政策経費にかかる事務事業を事前に整理したものとなります。予算の議決をいただくことで初めて実行に移すことになり、実施が確定しているものではありませんので、改めてご承知おきください。まず1つ目の令和3年度から令和5年度の普通建設事業費の減少についてであります。令和3年度の普通建設事業費の内訳としましては、主な事業として道路維持・補修事業、都市計画道路寺子飯倉線整備事業、民間保育所整備等補助事業、認定こども園施設整備事業、都市排水路整備事業等がございます。令和4年度の主な事業には、道路維持補修事業、都市計画道路寺子飯倉線整備事業、荒川本郷町有地造成事業、実国小地区公民館整備事業等がございます。令和5年度の主な事業には、道路維持補修事業、都市計画道路寺子飯倉線整備事業、公園緑地整備事業等がございます。令和3年度から5年度にかけての普通建設事業費の減少は、これら各年度に位置づけた事業の減によるものでございます。2つ目の交際費が、令和3年度15億900万円から、令和5年度16億3400万円に増加する理由についてであります。令和2年度から4年度に借り入れ予定の記載の償還が始まるため増加するものです。高久中学校北上防水外壁改修事業、船島小学校空調設備トイレ改修事業などの
学校施設整備事業債5億円、クリーンセンター改修事業債5億2000万円、道路関連事業の記載合計9億4000万円、地区公民館整備事業債3億7000万円など、3年間で総額47億円の借り入れを予定しております。3つ目の令和4年度及び令和5年度の財源不足の想定についてであります。医療・介護等の扶助費や公共施設等の老朽化対策経費など、安心安全な町民生活に不可欠な費用の増加傾向が続いております。10億円の財源不足は、後年度の計画事業を現状のままでは実行に移すことができないことを示しております。国庫補助等の獲得、事業スキームの見直し、スクラップ&ビルド等により、財源に見合った事業ボリュームとなるよう、調整を図ってまいります。4つ目のコロナ禍を踏まえた施策及び事業の優先順位についてであります。当庁では新型コロナウイルス流行の初期段階から、町民生活や地域経済を守るための対応を最優先に、さまざまな感染症対応事業に取り組んでまいりました。事業の優先順位については、現在であれば、感染拡大を防止することが最重要であり、安心安全な町民生活の実現が最大値となるよう、対策を選択し、集中的に実施してまいります。5つ目の健全な財政運営、財源獲得や既存事業の廃止、規模の縮小の検討についてであります。健全な財政運営を維持するための財源獲得や既存事業の見直しにつきましては、3カ年実施計画策定を含めた予算編成過程の中で継続的に取り組んでおります。令和3年度以降も引き続き限られた財源の有効活用を図られるよう、不断の見直しを推進してまいります。以上です。次に教育長、岩原正人君、登壇願います。皆さん、おはようございます。2点目における2つ目、公共施設の中に教育施設が含まれているのか、今までの取り組み状況と今後の見通しについてであります。公共施設には教育施設も含まれております。教育施設の個別施設計画につきましては、昨年度から網町学校施設と長寿命化計画の策定に取り組んでいるところです。今後、年度内の早期に同計画を策定し、教育政策の長寿命化に取り組んでまいります。以上です。13番、川端修司君。はい、それでは再質問させていただきます。まず1点目に、アミミライプロジェクトの政策過程では、どのようなことに力を入れてきてきましたか。町長公室長、小口克美君。はい、お答えいたします。アミ未来プロジェクトにつきましては、令和元年から5年間に、町が重点的に取り組む施策を位置づけたものでございます。その取りまとめにあたりましては、後期基本計画に向けて、時代の変化や町民意識、移行を適切に捉えることが重要であると考えまして、参加町民を無作為抽出で募りました、まちづくり町民討議会を開催するとともに、町民アンケート調査や町内団体のヒアリング、学生による町長と学生の語る会などによりまして、意見交換を実施して、幅広い町民の皆様方の意見の把握を行っております。以上です。13番、川端修司君。はい、町民の方の幅広い意見を聞いたということで認識をしました。次に公共施設総合管理計画において、現時点で何年間でいくらくらい、トータルで経費はかかりますか。総務部長、佐藤哲郎君。
はい、お答えいたします。公共施設と総合管理計画ではですね、長寿命化と面積の削減を基本方針としておりまして、そのシミュレーションでは40年間で335億円の更新費用がかかると見込んでおります。以上です。13番川端修司君。はい、延べ池面積 の施設の適正化、具体的な対策がこれからやられると思うんですが、その前にちょっと公共施設の延べ池面積の適正化の基準はどういう形でこれ決めました。関西課長飯村浩一君。お答えいたします。基準って言いますと、その適正化の基準といいますと、例えばその、何年間でどれぐらいとかっていう、そういったお話でしょうか。13番川端修司君。トータルでどのくらい削減するよう根拠に決めましたか。関西課長飯村浩一君。はい、お答えいたします。シミュレーションで行いましたものを基準にしまして、20年間で 20% 削減ということが基本になってございます。で、トータルでは、答弁書の中でありましたように2万6000平米くらいを削減するというような計画になってございます。13番川端修司君。20% の数値的なものというのは国から出されてそこに合わせたのか、町で独自で検討して 20% を出したのか、どちらですか。関西課長飯村浩一君。はい、お答えいたします。シミュレーション自体は総務省のシミュレーションシステムを使ってございます。それに基づきましてシミュレーションを3つ想定してございまして、そのうちの一番効率的だと言われるものによってシミュレーションを行った結果でございます。13番川端修司君。はい、後でまた話はしますけども、公共施設の維持管理経費がどんどんかさんできているのはこれは確かでありまして、この過去において公共施設を昭和の時代から平成にかけて作ってきた、そのまず前提になる想定が現実と合わない、それで過大な公共施設の整備になってきたということも考えられると思うんですね。多分人口規模が7万とか7万5000とかといったところを想定して作ってきたこととなると、やはりこれからローリングでまたいろいろとこれは計画見直したりしていくと思われるんですが、そのローリングで見直しをするということはありえますか。総務部長佐藤哲郎君。はい、お答えいたします。答弁にもあります通り、個別施設計画を策定しておりまして、この計画がローリングで5年ごとということになっております。公共施設総合管理計画につきましても10年をめどに見直しの検討をしていくというようなことで位置づけてございます。13番川端修司君。はい、一つの数値的目標というのは国から出されたそのシミュレーションで、効率的なものをやってこられたという話もありますが、将来この人口動態、社会動態でどう変化していくのかですから、やはりそれに合わせてそこは町独自できちんとこれからは判断する必要があると思いますが、その点はいかがでしょうか。総務部長佐藤哲郎君。はい、議員おっしゃっている通りでございます。13番川端修司君。はい、公共施設、また行政の財政運営というのは非常にこれは社会状況にも変化を受けます。ですからやはり常に状況の変化に応じて、ある意味では持続可能なということになると、その辺も柔軟に見直しをして、やはり大事なものを最優先してこれから進めていっていただきたい、これをまず要望しておきます。で、次に公共施設の延べ床面積の適正化の具体的な対策、これはいつから実施していますか。総務部長佐藤哲郎君。はい、お答えいたします。阿見町公共施設と総合管理計画につきましては、公共施設の延べ床面積の適正化を基本方針の一つとしてございます。
平成29年3月、平成29年の3月に策定してございますけれども、延べ床面積の適正化の具体的な対策につきましては、実質的には令和元年度からの行政改革対抗の実施計画の実施項目として位置づけてスタートをしてございます。13番川端修司君。具体的にどういうことを実施しました？総務部長佐藤哲郎君。面積の適正化ということと、それから長寿命化ということで、両方の柱で、今実施しているところでございます。面積の適正化につきましては、後ほど答弁にもございますとおり、町営住宅 の、 取り壊したとか、そういったことで、昨年今のところ図っているというような状況でございます。13番川端修司君。はい、わかりました。次に平成29年度に策定した個別施設計画の新築状況、これはどういう形になってますか？総務長佐藤哲郎君。はい、平成29年度に策定しました施設につきましては、役場庁舎、それから公民館、福祉センター、保育所、それから図書館のご施設となってございます。個別施設計画によりまして、長寿命化が決まった施設につきましては、老朽稼働を見極めながら修繕箇所の位置づけを行いまして、順次修繕を行っております。13番川端修司君。はい、経常収支比率の目標達成については、大変厳しい状況にある。で、その前の答弁に、この行政運営並び財政の健全化がこれ位置づけられていますけれども、この両施策については、この概ね達成目標に向けて進捗しております。この概ねっていうのはちょっと私、どういうことなのか、ぼやっとしてはっきり分かりません。これはちょっとお尋ねします。総務部長佐藤哲郎君。はい、経常収支率の目標でございますけれども、総合計画策定時に県平均を目標としてございました。で、その策定当時の県平均が 90.3% ということでございます。で、県の方も県平均もどんどん上がっているような状況でございますので、達成状況、平成2023年度ですかの達成は大変厳しい状況であると認識はしてございます。13番川端修司君。おおむね目標達成に向けて進んでいるっていうのと、その後の答弁で目標達成は大変厳しい状況にあるって、これはどういうふうに認識するんですか？目標達成に向けて進んではいるんだけども、現実は難しいということは、現実実現することは不可能に近いということで捉えていいですか？総務部長佐藤哲郎君。お答えいたします。議員おっしゃる通りでございますけれども、経常一般財源等の、分母の方ですね、分母の方も増加をさせなきゃいけないというような取り組みも、これは実質財源の方にも変わってくると思うんですけれども、そういった新たな取り組みを行うというようなことを、実現できれば、それに向けて、その目標に向けて努力していくというようなことでございますけれども、ちょっと表現が大変厳しい状態だということを、表現しているというようなことでございます。13番川端修司君。はい、ということは目標達成に向けて努力はしているが、実現することは現状では可能ではないという捉え方でいいですね。総務部長佐藤哲郎君。お答えいたします。2023年の目標でございます。それに向けて努力をしているということでございまして、努力をした結果、結果でございますけれども、達成できないというような状況もあり得ると思います。13番川端修司君。はい、多分達成することは難しいなと思います。後でまた
その辺のところもちょっと質問したいと思いますが、簡単に答えていただいて結構です。で次にですね、この公民館の新たな設置に関してどのような手順で進めてきましたか。教育部長立石智久君。はい、お答えさせていただきます。現在の町内には中央公民館をはじめとしまして公民館ふれあいセンターが5館設置されてございます。まず中央公民館でございますが、昭和54年から55年の2カ年にかけまして社会教育法第21条に基づきまして町が設置する公民館として位置づけられております。これ遡りますと役場庁舎旧庁舎時代に阿弥会館という青年会館としてスタートした建物がございまして、その青年会館でその冠婚葬祭とかそういうことも実施していた昭和の時代がございます。でそれが行政組織がその中に入るような状況になりまして、この庁舎の改築とともの後にですね、公民館が建設されたという経緯があるというふうに推測してございます。その後ですね、それ以外 の4館につきましては君原公民館は平成5年度に、そして霞公民館は平成6年から7年の2カ年で、そして本郷ふれあいセンターは平成13年から14年の2カ年、船島ふれあいセンターは平成15年16年の2カ年で建設をされてございます。これら の公民館ふれあいセンターにつきましては総合計画の第4次総合計画に基づきまして平成4年3月に策定されました阿弥町公民館整備基本計画によりまして公民館は建設されたということでございます。以上でございます。13番川端修司君。はい、その公民館のちょっと時間がないんであんまり一点一点やるとあれなんで、じゃあ次にちょっとすみますね。今時刻書旧吉原書、これを公民館として活用するために進めていますが、この改築からまず何年使えるのか、そしてまたこの建設費から使用終了までの維持管理費っていうのは計算してるか、してればその内訳を教えてください。総務部長佐藤哲郎君。はい、私の方からですね、耐用年数等につきまして、ご説明をさせていただきます。一般的に RC 構造の建築物の耐用年数でございますけれども、おおむね60年と言われてございます。公共施設総合等総合管理計画の中ではですね、60年を長寿命化を図りまして、80年に耐用年数を伸ばすというようなことでございますので、旧実国小学校につきましては2064年まで、旧吉原小学校につきましては2062年までを使用することが可能ということでございます。公民館としての使用供用開始年度からおおむね41年間ということで、使用可能期間と考えてございます。はい、教育部長立石智久君。はい、教育委員会の方からは事業推計の方を ご説明させていただきたいと思います。まず旧吉原小学校の改築工事費につきましてはご案内のとおり2億3100万円ということでございます。また維持管理経費につきましては、令和の2年度当初予算の見込みでございますけれども、運営費が約1300万、そして維持管理費が約900万円、事業費として約50万、合計で年間約2300万円ほどの見込みをしてございます。改修後ですね、先ほど総務部長からありましたように、41年間の、使用が仮に可能だということを仮定しますと、維持管理経費は合計で約9億4300万ということになります。で、改築費用を含めますと11億7400万ということで、これはあくまでも推計でございます。41年間継続して同じような状況で使えるかといいますと、先ほどの説明にもありましたように、機械設備であれば当然その10年15年の中で一定の
修繕行為もありますので、まあ、あくまでもこれは推計ということで数字の方をご理解いただければと思います。同じく実国小学校の改修工事費はですね、まあ、現在の設計にまだ着してございませんので、現在の見込み額で概算となりますが約3億5000万円ほどを見込んでございます。また維持管理経費としましては先ほど申し上げましたような計算方法ですね、現在その設計ができておりませんので具体的なものはございませんが、まあ、吉原と同等と試算をいたしますと、維持管理経費の合計が約9億4300万円、改築費用、まあ、概算を含めますと12億9300万というようなある程度の推計値は見えてございます。以上でございます。13番川端修司君。はい、まあ、数字がはっきりしましたのでまたこれは別の機会に議論ができるかと思います。次に公立保育所の効率的効果的とはこれはどういうことでしょうか。保健福祉部長、岩原克彦君。はい、お答えします。公立保育所に関する費用については、所在している市町村が、まあ、人件費や施設維持管理費用を含むすべての費用を全額負担しているところでございます。一方、私立保育園および認定こども園の運営に関する費用については、国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1、それぞれ負担しておるところでございます。また認定こども園や保育施設の新規建設や大規模改修についても、国および県からの建設費用に対する一部の補助金が活用できますので、公立保育所の運営に対して民間活力を導入することによりまして、私立保育園を誘致することにで運営することによりまして町の財政負担がかなり減少するものとも軽減することになります。また私立保育においてはそれぞれの運営法人の保育理念によってさまざまな多様な保育が実施されることによりまして多様な町民ニーズに応えることができることを期待しているところでございます。以上です。13番川端修司君。まあ、今効率的な話の方がほとんどで、効果的多様な保育が実現可能だという判断でよろしいですか。保健福祉部長岩原克彦君。あ、そのとおりでございます。13番川端修司君。この辺に関して一言だけちょっとお話をしたいと思います。まあ、効率的は確かにその通りで財源上は言われた通りだと思います。で、効果的ということになると保育の質の問題に今度はなってきますね。その保育の質という部分では民間に預けて果たして保育の質が担保されるかというとこれは非常に難しいと思うんですが、その辺の認識はどうですか。保健福祉部長井原克彦君。はい、お答えします。まあ、民間施設においても保育士についてはかなり経営努力しているし、また多様な町民のニーズというも地域のニーズというのを捉えて運営していると思っておりますので、保育の質については担保されるかと思っております。以上です。13番川端修司君。はい、まあ、ここで保育所の話するとまたそれで終わっちゃうのであれですけども、まあ、現実に小学校に子どもたちが上がっていく中でやはり落ち着きがない、そしてまた学習の障害が起きている子どもが今非常に増えているのが現実で、やはりそれは保育の幼児教育、その保育の現場でのやっぱり対応によってもかなりこれは違ってきているということが言われてきています。そうしますとこれに関しては簡単に民間に行って全部丸投げっていうことはこれからはやはりちょっと注意しなきゃいけない。まあ、財源的には確かに言われた通りなんですが、その辺はきちんと認識をしていただきたいと思います。次に質問移ります。更新費用のシミュレーションを行いとあります。何年間でいくらくらいの更新費用を上限としているのか。年間ですね。総務部長佐藤哲郎君。はい、お答えいたします。公共施設と総合管理計画におきましては平成22年度から平成27年度までの6年間でございますけれども、維持補修費それから改修コストの平均値を出しておりまして、その年間6億円の更新費用を目標ラインとしてございます。今後個別施設計画
計画、個別施設計画が策定、完了した後にはですね、施設ごとの大規模改修費等の費用が算出されますので、それを年次で平準化しまして再度シミュレーションを行って、まあ、その結果に基づきまして、面積削減目標値や年間の更新費を検証してまいりたいと考えてございます。13番川端修司君。はい、まあ、財源確保しながらこれは粛々とやっていっていただきたいと思います。次にちょっとこの点を聞きます。公共施設の建設においてどのような財政的な裏付けがあれば進められるのか、まあ、さまざまな議員からの要望であったりまた地域からの要望もあるかと思うんですが、その点をお聞きします。町長公室長小口霞君。はい、お答えいたします。財政的裏付けとしましては、やはり財源として、国庫補助金や記載を活用し建設費等の建設費等のイニシャルコストだけではなく、その後の維持的な継続的な運営に必要となる人件費なども含めた運営経費とともにですね、機能維持のための中長期的な施設管理費も含めたトータルコストを、まあ積算、まあ、可視化していく必要があるというふうに考えております。また公共施設の建設においては公共施設等総合管理計画における面積の適正化の視点も踏まえて取り組むことになります。町施策との整合を図りながら総合的な判断が必要であるというふうに考えております。以上です。13番川端修司君。はい、多分これは今こういう状況になったっていうのはある一時期から一気に公共施設の建設が整備が始まったっていったところが大きな原因になっていると思うんですが、その辺の認識はどうですか。町長公室長小口克美君。はい、お答えいたします。やはり公共施設と総合管理計画を見てみましても、昭和の後半あたりに、まあ、建てた建物の、まあ、更新時期が今来ているとかということで、非常にそのコスト意識の部分もかなり、まあ、認識されるようになってきまして、まあ、そういったこと、そういった背景を踏まえまして、やはり今後の公共施設の建設においては、そういうトータルコストを考えた検討が必要ではないかというふうに考えております。以上です。13番川端修司君。はい、じゃあ次に公共施設と維持管理費の建設費と維持管理費のこの数字的な関係はどのように捉えてますか。総務長佐藤達郎君。はい、お答えいたします。まあ、施設の種類などによりまして、人員配置と、まあ、そういったことが異なるということになりますので、一概には言えないということでございますけれども、まあ、施設の規模が大きくなれば、建設費も当然大きくなりまして維持管理も多く費も大きくなるというようなことでございます。まあ、集計しました1990年以降に建設した箱物施設の本体工事、それから管理委託経費の合計でございますけれども、まあ、約177億円維持管理費および運営費の合計でございますが、まあ、集計可能だったもののみの数字とはなりますけれども約290億円ということでございます。13番川端修司君。はい、まあ、この辺になりますと昭和の時代は地方債残高が25億6億からずっと推移してたのが、平成のちょうど1994年5年あたりから一気に増えましたね。であっという間に170億180億とこの1997、98で増えた。ここの部分がやはり将来的に大きく財政を圧迫してくる、一気に
更新時期が近づいてくるというようなことがあります。まあ、これ見ると過去においてあまり計画的にやってきたとは到底言えないようなこの状況ですね。で、次に行きます。この建設費、先ほどもちょっと公民館の整備事業、立石部長の方から話がありましたが、大体の建設費の2倍から3倍は維持管理費はかかる、すべて大体そうかかってきますね。で、ちなみにクリーンセンターに至っては多分今大体100億維持管理費かかってますが、将来これあと十数年使うとなると、やはり修理が入って建築費の約3倍、170億180億っていう金額が多分これ将来的にはトータルでかかってくるんじゃないかと、これは考えられます。ですから公共施設を作るときはトータルで最後終了するまではきちんとこれはシミュレーションに入れて、これからも特にこれからはやっていかないと大変なことになると思いますが、その辺の認識はいかがでしょうか。町長公室長小口克美君。はい、お答えいたします。先ほども答弁させていただきましたが、建設費等のイニシャルコスト、さらには、中長期的な人件費、維持管理費も含めたトータルコストを勘案していくということは必要だというふうに考えております。以上です。13番川端修司君。はい、ぜひトータルコストを考えて、やはりこれ維持管理費は国からの補助には一切なってませんね。これは見てみましたもん。ですからそっくりそのまま経常経費に上乗せになります。で、これが一番ある意味で財政圧迫をして、他の自治体も補助金が出るから建物を建てました、でその後の維持管理費は国からは補助は出ません。それが積み重なって真綿で首を絞めるように財政を圧迫してきている。ですからどこの自治体も今90を下回る自治体なんかほとんどなくて、90以上は当たり前っていうような、非常に硬直化をして新しいサービスができない。ですからかといってこれは国のせいにもできないんで、やはり各市町村単位で工夫をしていかなきゃいけないようになったと思いますので、その点はぜひよろしくお願いしたいと思います。で、次に交際費、この増額3年間で47億円の借り入れってあります。3カ年実施計画などにも当然ありましたが、償還期間は何年ぐらいになるか、また償還費の多い年と少ない年の金額はどのくらいになっていくのか、この点をお尋ねします。総務部長佐藤哲郎君。はい、お答えいたします。償還期限につきましては、臨時財政対策債につきましては20年の償還ということでございます。その他の記載につきましては主に10年の償還ということでございます。3年間で借り入れる地方債の償還につきましては、令和3年度予定が8000万円、それから令和4年度が1億9000万円、令和5年度が3億円となってございます。で、令和8年度が4億円ということでピークになってございます。交際費の総額でございますが、ご指摘もございました通り、令和5年度の16億3000万円がピークとなってございます。13番川端修司君。はい、質問時間残りあと13分あるんですが、1時間まであと5分しかないということで、最後ちょっと前期に入ってまとめたいと思います。まだまだ質問したいことはいっぱいあるんですけども、時間が押してますんで、最後要点だけ少しお話をしたいと思います。とりあえず3カ年実施計画を先日見せてもらいました。ですから今日質問しましたのは、この3カ年実施計画と後期基本計画、この中に皆さんが作られたものに基づいて質問してます。で、公共施設の維持管理計画に関してもこれは皆さんの方で執行部の方で作ったものを元に聞きました。で、そういう中で一つは財政の期末残高がどんどん減っていくっていう、どうしてもこれは厳しい実態があると思います。議員の皆さんにはローチャットでグラフを送っております。平成21年から25年までは黒字で、
で26年から目盛りが一つ下がりまして、ずっとの経常経費がマイナス、経常収支マイナスになってきてます。でそこでまあ財政も当然少なくなっていく。でこれがこのまま令和5年まで滑り台のように下がっていく。でその後もこれ回復する見込みがあるのかどうなのか。回復するとすると税収を上げなきゃいけない。で税収を上げるのには景気も良くならなきゃ難しい。そうなるとまあ先ほども言った2023年以降その話は出てくるんじゃないかと思うんですが、その税収を上げるための施策っていうのは何かアイデアは執行部の方で考えているんでしょうか。特には何も今のところはふるさと納税だけで言ってるんでしょうか。町長公室長小口克美君。はい、お答えいたします。まあ今、まあ、税収っていう、まあ、あれですか、実質財源っていう形でしょうかね。まあ、実質財源の、まあ、新たな取り組みっていうことなんですが、まあ、町長答弁にもありましたように、現時点では、まあ、今ふるさと納税に取り組んでいるということで、特には具体的な取り組みというのはないんですけども、まあ、一つは、まあ、多くの自治体でやられているそのネーミングライツですね、公共施設等の、命名権を、まあ、企業を買うという、そういう、まあ、ネーミングライツが、まあ、考えられると思いますが、まあ、そういった話があった場合にはですね、積極的に、対応していきたいというふうに考えております。以上です。13番川端修司君。はい、まあ、それも一つの案でしょうけども、やはり職員の皆さんも、そしてまた議会の方もさまざまな提案をこれからしていくようになっていただきたいと思いますし、やはり執行部側ではそれを受け入れて、やはりしっかりと検討して実質財源の確保で、その中で財政運営を円滑に進めていけるような、要するにもっと夢のあるような、ある意味でそういう方向性に持っていかないと、これ厳しい厳しい厳しいで、ずっとこれは厳しい話ばっかりしてて、でそのプラスにもっとポジティブにこの問題を捉えて、これをチャンスと捉えて発想を変えていくということも、これは非常に大事なことだと思います。で財政であったり基金であったりというのは一般会計の 10%、 一般会計じゃない、基準財政需要額、またその 10% ぐらいが妥当だという話を前回の一般質問の時に答弁いただきましたが、これ以前民教で視察に行った阿智村の話です。阿智村の平成30年の財務状況、経常収支は今 79.8% で、基金と財政を入れると大体64億5000万くらいで、一般会計はどうなのかというと全部で56億4500万ということで、何が違うか、議会も職員も勉強してます、社会教育徹底的にやってます、そういうことなんです。ですから一つは教育が要であるし、深い議論をしてお互い話し合う、知恵を出し合う、これが一つの大きな要になります。ぜひ場所が違うから参考にならないのではなくて、同じ人がやってるんです、発想考え方が根本的に違うんです。ですからそういう発想を変えて、しっかりまたこの財政運営取り組んでいただきたい、また議会の方もそういう意味でしっかりと意見を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で一般質問終わります。これで13番川端修司君の質問を終わります。それではここで暫時休憩といたします。会議の再開は11時10分といたします。